ジュゼッペ・ベルティーニは、イタリアの画家である。ミラノのブレラ美術アカデミーの校長やポルディペッツォリ、美術館の館長などを務めた。ミラノで生まれた。父親のジョバニ・バッティスタ・ベルティーニは、画家、ステンドグラス作家で、ミラノのドゥオーモのステンドグラスを制作したことで、知られている。13歳でブレラ美術アカデミーに入学し、ルイージ・サバテリア・ビージに学びながら、 父親のステンドグラスの製作を手伝った。1845年にブレラ美術学校の展覧会で大賞を受賞した。1848年から1860年の間、ブレラ美術アカデミーで非常勤で教え、1860年に常勤の絵画教師となった。常勤の絵画教師のもう一人はフランチェスコ・アイエツであった。この教授職は19世紀の終わりまで続けた。 ベネツィアやフィレンツェ、ローマを旅し、ルネサンスの美術に詳しくなり、ミラノの貴族で美術収集家のポルディ・ペッツオリと知り合い、親しくなった。1851年にペッツオリの屋敷のステンドグラスを制作し、1879年にペッツオリが亡くなった後、遺言で設立されたポルディ・ペッツオリ美術館の初代の館長百8 8 1年に就任した。ありがとうございます。